スターウォーズシリーズスターウォーズ登場人物一覧、ダースモールダースモール、または、モールは、アメリカの SF 映画、スターウォーズシリーズの登場人物である。惑星ダソミア出身の男性である。スタントマンのレイパークが演じた。ダースシリアスの弟子で、全身が赤と黒のシスの入れ墨で覆われている。 髪の毛がない頭部に10本ほどの短い角を持つ、エイリアン種族のザブラク出身であり、惑星ダソミアのナイトブラザーと呼ばれる種族の出身。同族にジェダイマスターのイースコスやエージェンコーラー、実定で後に、ドゥークー伯爵の弟子となるサバージオプレスがいる。ダソミアのナイトシスターの州長マザータルジンの息子であったが、幼少期にその素質に目をつけたダースシリアスに拉致され、 シスとなるための過酷な訓練を課せられた。ライトセーバーの達人であり、需要の方の習得者で、両場のライトセーバーを巧みに使いこなす。クローンウォーズでは敗れたとはいえダンスシディアスと数号、渡り合っている。シディアスの命令で、通称連合が惑星、ナブーに進行した際、封鎖線を突破して逃亡したパドメアミダラを、捜索する任務を与えられるが、 彼女を警護していた、クワイガン人によって妨害され失敗する。その後、パドメが、惑星コルサントからナブウェと帰国すると、再度ナブウェと向かい、再び、クワイガンとオビワン家の帯と戦い、クワイガンを倒す。その後、オビワンも追い詰めるが、クワイガンのライトセーバーを用いた、オビワンの攻撃を予測できず、同を両断され、妖怪路に落ちて消えた。 モールは死亡したと思われていたが、実は生き延びていたことが、クローンウォーズのシーズン3で明かされている。モールは下半身を失う重傷を負いながらも、フォースの力で空気の通り道を確保し、暗黒面の憎しみの力により命を何とか、保ちながら廃棄物処理用コンテナの中に入り込む。そのコンテナは、アウターリムテリトリーへ運ばれ。 ゴミ処理場の惑星、ロソマイナーに投棄される。そこでモールは廃棄物の中から使えるものを組み合わせ、失った、下半身の代わりにドロイドを改造した雲を思わせる、大型の歩行機械と一体化する。しかし、長い年月を腐敗した惑星で過ごした影響により、シーズン4で、弟のサバージオプレスによって発見された時には、完全に生気を失っていた。 惑星ダソミアの魔女マザータルジンによって正紀を取り戻した。彼はドロイドのパーツから心臓した下半身に収まるとサバージオで死にして二人でオビワンへの復讐に乗り出す。しかしその動きをシディアスに察知され三人以上のシスの存在を容認しないシスオーダーの起手に従いサバージを殺されモール自身も拷問を受ける。これ以後ダースの称号を捨て モールと名乗っている。未映像化エピソードの中では、モールはシリアスの手で監獄へと送られるが、モールの部下であるシャドウコレクティブのマンダロリアンスーパーコマンドーたちの協力のもと、シリアスの高速から脱走することに成功する。モールとシャドウコレクティブはシリアスの抹殺を目的として、クローン戦争に第三勢力として介入。 共和国と分離主義者双方と戦うことになる。しかし、両者はモールを捕獲することはできず、その存在は大きいものであった。シーズン7クローン戦争終結の数日前、モールがマンダロアに帰還し、スーパーコマンドーたちと共に首都を占領した。マンダロリアンの戦士、ボカターン、クライズは濡れ着のをかけられた後にジェダイオーダーから去った。 元ジェダイアソーカたのに偶然出会い協力を依頼。アソーカは、この依頼を引き受け、かつての仲間である、共和国軍のクローン部隊、第501大隊と接触する。無事、オビワンとアナキンに接触できたアソーカであったが、この時、アナキンとオビワンは、コルサントの戦いに駆けつける必要があった。 オビワンはジェダイでも共和国軍人でも亡くなったアソーカへの協力と彼女にクローン部隊を託すことを渋るがアナキンの提案によりクローンキャプテンレックスをコマンダーに昇進させアソーカを彼の軍事アドバイザーとして同行させることでオビワンからの了承を得たこうしてアソーカとレックス第501大隊はマンダロアの戦士たちと共に マンダロア解放のためモールラとクローン戦争最後の戦いに挑む。第501大隊は進行初期から制空権を確保し、マインダロアの戦士たちの協力もあり、戦場で優位に立つ。一方、麻生家はモールと接触。彼からダースシリアスの存在と彼を殺すために協力を依頼される。この時点で、ドゥークー伯爵は殺害されており、 グリーバス将軍も、ウータパウでオビワン率いる、クローン部隊により追い詰められていた。しかし、ジェダイの滅亡とダースシディアスによる支配について、聞かされたアソーカは、この提案を一旦飲むことにする。そして、モールになぜ、オビワンだけでなく、アナキンもおびき寄せようとしたのか質問すると、モールは、アソーカに、アナキンが、すべての鍵であり、近い将来に、シディアスに支配されること。 そのため、おびき寄せて殺すつもりであったことを告げる。この話を聞いた麻生家はアナキンがダークサイドに落ちることを否定し、モールと直接対決を挑む。麻生家は互角にモールと渡り合うも最終的に追い詰められる。しかし、不意をついて、モールを高所から突き落としフォースで拘束することに成功する。救援に駆けつけたレックスが、 スタンモードで気絶させたことにより、モールを逮捕。第501大隊もスーパーコマンドを降伏させたことにより、マンダロアを解放した。その後、モールをクルーザーでコルサントに護送中、オーダー66が発令される。この命令により、第501大隊は、アソーカの敵となるが、彼女の手でバイオチップを取り除いたレックスと、拘束していたモールの協力を得て、 クルーザーを脱出。その際に、モールが独自に破壊工作を行った結果、クルーザーはそのまま墜落したことで、マンダロア包囲戦に参加した第501大隊の兵士全員が死亡した。麻生家とレックス、モールは死を偽装して、脱出に成功した。この頃、銀河でも特に冷酷と評される犯罪神事系と、クリムゾンドーンを率いている。 裏切ったトバイアスベケットとその仲間に対する処置をどうするか話すためにキーラをダソミアまで呼び出す。シディアスに使い捨てにされた恨みから銀河帝国の転覆を企んでおり追われる身となっている。反乱軍と共闘することはあってもエズラブリッジャーを我が弟子と呼び暗黒国面に引き込もうとするなど一時的なものにしかなっていない。ジェダイホロクロンと シスホロクロンを融合させて得た情報から、オビワンの居所を突き止めてタトゥイーンを訪れ、互いを認め合い支援を捨てジェダイ、シスを超えた戦士としての一騎打ちで一瞬にして、切り捨てられ敗北。最後に、オビワンが選ばれし、ものを守っていることを知り、シリアスへの復讐を代わりに果たしてくれることを願い、オビワンに見取られながら、息を引き取った。当初のデザインでは、 モールの頭部にはトーテムを参考にした羽が付けられていた。しかし、クリーチャーエフェクトチームのニック・ダドマンは羽を角だと解釈し、モールの顔を悪魔的なデザインに修正した。また、ライトセーバーを使った戦闘シーンでは機敏なアクションが求められたため、ボディスーツやローブもアクションに適したデザインに変更された。シスの暗黒鏡。 ダンスベーダーが仮面をつけていたため、モールは差別化のため、入れ墨をした顔にデザインされた。もともとはダンスシリアスに採用される予定だったものが、後にモールのデザインとして変更された。この入れ墨のデザインは、歌舞伎の化粧法の一つであるマ取りを参考にしている。モール役には、アクション俳優のレイ・パークが起用された。パークはもともと、 スタントマンとして作品に参加していたが、カメラテストのためにダースモールに奮した、彼を見た監督ジョージ・ルーカスらが、その動きと存在感を買って、正式にダースモール役に起用したというエピソードがある。劇中のアクションシーンはすべてパーク自身が演じているが、声はピーター・セラフィノイスが吹き替えた。レイ・パークは2020年公開の、 クローンウォーズファイナルシーズンにもモーションアクターとして出演し、ダンスモールのアクションを演じた。現在は、レジェンズに分類されるが、ダンスモールが主役となるスピンオフ小説、ダンスモール闇のカリウドは、スターウォーズシリーズ中では珍しく、悪役を主人公にした物語である。通称連合のニモーディアンの裏切りにより流出したシスホロクロンをめぐり、 秘密を手にした情報ブローカーのローンパバーンとジェダイパダワンダーシャーサントに対するモールの追跡劇がコルサントの暗黒外で繰り広げられる。全米公開の2週間ほど前のエピソード1のマスコミ向け試写会ではオビワンに切られた後単に落ちるだけだったが劇場公開時までに真っ二つになるバージョンに差し替えられた。これについてはジョージ・ルーカスが 人気があれば、続編で復活を期待するファンが大勢出てくるだろう。それでは困るので真っ二つにしたと、インタビューで答えている。しかし上述の通り、結果的にモールは、復活を果たすこととなってしまった。ありがとうございます。